写真拡大。高校野球岩手大会準々決勝、大船渡6の4、9時22日、岩手県営球場。悲願の甲子園へ追い風だ。大船渡は最速163キロ右腕の佐々木朗望投手、3年を温存し、準々決勝の9時戦で2試合連続の延長戦を制して4強進出。21日の4回戦で12回194球を投げたエースを休ませることに成功し、休養日を挟んだ24日から連戦となる準決勝、決勝に弾みをつけた。ゲームセットの瞬間、佐々木はベンチから飛び上がって整列へと向かった。味方走者が本塁を狙うたびに腕を振り回し、得点が入るとガッツポーズ。できることを精一杯やって、仲間を信じて声援を送っていました。出場せずとも、感情むき出しに戦った。延長12回の激闘を制した21日の盛岡4戦から連戦で迎えた準々決勝。行けと言われれば行けるという状態だったが、国安洋平監督、32は、怪我も怖いのでと194球を投げた疲労を癒すことに専念させた。試合前練習は軽いキャッチボールのみ。試合中は一度もブルペンで準備しなかった。アクシデントを考慮し、前日は4番として決勝本塁打を放った打席に立つこともなかった。プレーで引っ張れない分、声でチームメイトを鼓舞し続けた。守備時はマウンドに立っている時と同じように陣形を指示。公式交代時にはグラブなどの道具を率先して私に行くなど、献身的に仲間を支えた。佐々木の思いに何も応えた。大和田健人投手、和田文太投手、共に3年がゲームメイク。また明望が投げられるように、みんなでマウンドに立たせてあげたいと主将の千葉総校内野手、3年は延長11回に決勝の二塁内野安打。春から目指していた佐々木のワンマンチームというイメージからの脱却に成功した。出番なしの勝利となったエースも万全の状態で持っていけそうなので、次の試合で自分のできるパフォーマンスが上がると感謝。中2日で24日の準決勝のマウンドに臨めることになった。準決勝、決勝と連戦になるが、できないということはないと連投にも自信。死に物狂いで聖地切符を作りたい。